オラツヨ・ジェンティレスキはバロック期に活躍したイタリアの画家であるカラバッジオから大きな影響を受けた画家の一人娘は同じく画家のアルテミジア・ジェンティレスキピサ生まれ1570年代後半から1580年代初頭にローマに移り風景画家のアゴスティーノ・タッシと交流を持つようになりロスピリオシグー、クイリナーレグーなどの壁画制作などに参加したと見られている その他、サンタマリア・マジョーレ大聖堂、サン・ニコーライン、カルチェレ教会、サンタ・マリアデッタ・パーチェ教会、サン・ジョバンニン・ラテラーの教会でもフレスコ画の制作に携わった。しかしながら、ジェンティレスキが最も影響を受けた画家は当時ローマにいた、カラバッジオであった。ジェンティレスキは、カラバッジオと共に、ローマの通りで騒ぎを起こすなどしたことも伝えられており、 1603年にはカラバジョに対する訴訟に関して証人として法廷に立った。1612年、ジェンキレスキは再びローマの法廷に立つことになる。この度は娘のアルテミジアをレープした罪でアゴスティーノ他史を訴えるためであった。カラバジョがローマを離れた後は、ディティールの正確さやより明るい色調を発展させてゆき、マニエリスムの影響も見られるようになっていった。 しばらくマルケに滞在したジェンティレスキであったが、1620年初頭には、ジェノバに移り、ついで、マリード・メデシスを描くために、パリに移った。1626年、イングランドをチャールズ一世の下で働くために、フランスを離れ、残りの生涯をイングランドで送った。 彼の作品は徐々に型にはまった装飾的なものになっていくが、その地の貴族社会からの受けは良かった。アンソニー・バンダイクは、ジェンティレスキの肖像画を描いている。オラツオ・ジェンティレスキは1639年に、ロンドンで死去した。オラツオ・ジェンティレスキが、竜刀を弾く娘、聖母子マドンナ・ウィズ・チャイルド、ボルゲーゼ美術館、ローマ。ありがとうございます。